皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは小塚さんです。ボンド名古屋の小塚です。よろしくお願いいたします。今回紹介する車はこちら、991.2GTS ということなんですけども、はい、その前に小塚さん、はい、久しぶりです、はい、そうですね、はい、ゲレンデにゴツゴツタイヤを履かせて以来かなって、はい、記憶してます。サボりすぎです。サボりすぎです。ちょっと井村さんの影に隠れちゃってましたね。というわけで今回は小塚さんとご紹介させていただくんですけれども、はい、こちらの車見たことあります？あります。あります。ありますか。あの、実はこちらのお車、ボンドグループ他の店舗でカスタマイズさせていただいたお車なんですよね。そうですね、はい、それは動画ではご紹介させていただいてないんで、まあ、今回改めてご紹介させていただく部分もあると思いますんで、はい、でそれをさらに今回小塚さんの方で小塚スタイルに仕上げたということなんでご紹介させていただきたいと思います。はい、お願いします。今回 GTS なんですけど、はい、色いいじゃないですか。色いいですね。色いいですよね、はい、今回クレヨンということでボディカラーこんな感じなんですけど、それプラスアルファなんかしてあるんですよね。もともとはこの辺とか脂肪が出てるんですけども、そこら辺は全部ボディ色。本当はツヤ消しの黒でしたっけ。そうですね、はい、ね、なってます。ここが同色に塗ってあるんで結構低く見えますね。見えますね。あとはこの中とかもグロスブラックに。あ、なるほど、はい、というわけで今回はこの中もグロスブラックで塗ってあると、はい、であとはナンバーベースとかも。あ、なるほど。この辺までやっぱり塗られてたので、お客様購入されてから追加でやるっていうことが極力少なくて済むっていう車両でしたね。なるほど。というわけでこの辺もしっかり仕上げてあるということで、はい、あとプロテクションは今回もともと貼ってありました。前回りとこのフェンダーも前回別の店舗で貼らせていただいたということで、この辺なんかもしっかりやってあると。そしていいですか、早速行って。はい、お願いします。で1時間半ぐらい時間取ってありますんで、はい、今回こちらのお車に履かせていただいたホイールがこちらになります。 HRE のヴィンテージ501になりますの21インチですね。これ来ましたか。いいですね。ポルシェメッシュのホイールって割ともう空冷の時から定番じゃないですか、はい、そうですね。新しめのモデルでこの辺履くのってあんまりなかったんじゃないかなと思うんですよね。そう、最近少し増えてきてますけども、やっぱりまだまだ少ない車両ではあるかと思います。はい、というわけで今回は HRE のこの501を履かしたと。ただ GTS なんで、はい、センターロックっていうのがポイントかなと。かっこいいですよね。これやばいっすね。これいいですよね。でセンターロックなんで当然この辺のデザインがまるっと変わってくるわけですよね。はい、そうですね。なんかこう結構ちっちゃく見えるんですけど、すごくでもこれのセンターロックっていうところのデザインはやっぱりいいなって思います、このヴィンテージ501に関しては。だ同じこうデザインのホイールでも5月化センターロックで全然表情が全然変わってきますね。変わってくるということで、はい、で全部今回黒でまとめられて、でこれ HRE もちゃんとこの黒の、これも2色から選べますよね。そうですよね、はい、というわけでセンターキャップもついてると。でディスクもセンターロックなんでここが厚くないんでしたっけ。そうですね、はい。なんで割と平らなデザインということで、はい、アウターリップが 1.5 インチハイプロファイルオフセットになりますということで、結構その辺なんかも全然違ってくると。割とその5月化センターロック化でそのディスクのその反り具合も変わってきますし、変わってきますね。出し方でも全然変わってくるということで、はい、で今回色もなんか絶妙くないですか。そうですね、ディスクがサテンブラックで、はい、リムがグロスブラックで、中もグロスブラックに塗ってます。あ、こっちもグロスブラックですね、はい、ピアスボルトもこれグロスブラックですね。そうですね、はい、はい、ということでディスクはこれ半ツヤになるんですかね、サテンなんで。そうですね、サテンなので半ツヤになります。そしてデズラもバチバチですね。バチバチですね。 HRE の場合ですとオフセットの指定が基本はできないので、もうこの指定のオフセットになるなってしまうんですけども、まあ、あとオプションで料金を払えば自分で好きなオフセットを選ぶこともできます。センターロックだからですよね。そうです。で今回このエアバルブのキャップも HRE のものになっていると、はい、こういう細かい演出もしっかりやってあるということで。はい、そうですね。そしてあと車高も今回結構下がってますね。カーベイのバージョン3がもともと入ってましたの でそれで車高はセットアップさせてもらってます。あ、じゃあホイールを変えてさらに微調整も若干だけはしてるということで、はい、車高も絶妙な車高に、まあ、この辺も上げたり下げたりもできますもんね、はい、オーナーさんが言ってたんですけど、もともとこれ P200 っていう HRE のホイールで、ブラッシュドクリアのホイールを履いてたんですけども、昨日来られて P200 の時には同じ道でこう走っててすってたんだけど、このヴィンテージ501に変えたらすらなくなったって。ということはこれ僕の憶測なんですけど、はい、若干このリムの形状の違いで同じオフセットでも当たる当たらない、タイヤも一緒なんですけど当たる当たらないっていうのがあるっていう。あ、そうなんですか。びっくり。それは昨日オーナー様から聞いてびっくりしました。じゃあ若干この同じこうオフセットで同じところにタイヤが来ても、はい、このリムの形でその辺が、はい、
みたいです。じゃあミリ単位で違ってくるということ。はい、みたいですね。じゃあデータが取れましたね。データが取れましたねということで、あの絶妙セッティングしたい場合は小塚セッティングでいけるそうなんで、はいはい、こんな感じの足元になっております。そしてあとは結構この辺も塗ってあったりします。そうですね、そこら辺ももともと塗られてました。フロントに合わせて塗ってあって、はい、この辺もプロテクション貼ってあるんですね。ドアもここもプロテクションが貼ってあると。純正結構こういう形のじゃないですか。はい、そうですね。で純正 のプロテクションあんまりクオリティが良くないんですよね。すぐ黄色くなっちゃうっていう、はい、ということ で、ね、今回は透明度の高い車外のフィルムで大きく貼ってあるんで、その辺なんかも、まあ、今回貼ってあったということなんですけども、はい、検討されている方は、まあ、貼っていただいてもいいのかなというポイントになります。そして後ろも、後ろ結構リムありますね。そうですね、後ろが 2.5 インチのアウターリップですね。でセンターロックでこうセンターパッド厚いんで、ここあんまり取れないかと思いきや、意外や意外、はい、ポルシェなんで結構取れちゃうということで。そうですね、やっぱりこの厚みがいいですよね。確かにリムがあるとかっこいいですよね。かっこいいですね。というわけでこんな感じで、リアもバチバチ、ちょっと出てないです。はい、ぴったりです。ぴったりです、バチバチですということで、後ろもじゃあオフセット同じで、はい、じゃあ本当にタイヤ一緒で、はい、ホイールだけ変えてるということで。そうですね、こんな感じのオフセットになっております。はい、そして小塚ポイントに行っていいですか小塚ポイントなんですか、はい、これは今回ホイールだけじゃないんだぞということで、はい、ご覧ください。これ詳しい方だとすぐ多分おってなると思いますよね。はい、ということ で、 そうです、ね、このテールランプがつながってるタイプに交換されていると。これは公用のリフレクターを取り寄せて取り付けをさせてもらいただきました。で本来これ四駆のパーツなんですよね。はい、コーエスがついてるこのガーニッシュというか、はいはい、これ移植できるんですね。移植できますね。はい、でこれバンパーは変えてないんですもんね。バンパーは変えてないです。なんで GTS、はい、バンパーを外してで、ビス止めされてるので、そのビスで交換するという形ですね。 GTS だとここただの蓋になってるんですよね。そうですね、ちょっとプラスチックなあの蓋になってますね。でそれをこのガーニッシュに交換して、しかもこれが今回光るということで、ちゃんと、はい、もともとあの4とか 4S みたいな、はい、ちゃんと光り方もするように。そうですね、はい、これってちなみに交換するのって大変なんですか。意外とそうでもないです。あ、そうなんですか。はい、あとはあの配線だけの話なので、交換自体はあのすぐできちゃいますし、ボルトオンでついちゃうという。ボルトオンで、はい。じゃあ結構この辺リアのビュー変えたいなんていう人は割とおすすめになってくる、はい、そうですね、結構おすすめですね。そしてあとは今回の車はこれも前回ついたパーツってことなんですけども、はい、なんと車外のアクラポのマフラーになってるとついてますね。これ前回の動画でご紹介させていただいてないんで、音もこの後聞いてみたいと思います。で今回の車はこのエンブレムもちょっと手が加えられているということで。そうですね、あの、まあ、下についてたあの GTS というのを外しただけなんですけども、やっぱりそこがあるとないで後ろからの見え方っていうのが結構やっぱりすっきりしているのか、まあ、文字がいっぱいついててわちゃわちゃしてるのかっていうので、やっぱり全然変わってくるので。確かにちょっとここにぎやかさが出ますよね、文字が多いと、はい。で本来だともうちょっと下なんでしたっけ。もう少し下ですね。ただそれをやるとなると、はい、これ全部取り直しなんですよ、ね、新品を取ってということになるので、はい、今回は外しただけですね。外しただけですけど、こんな感じで、はい、ただこれテールも変わってるんで、なしで割とすっきりしてるのかなと。じゃあ続いて排気音とテールランプの光り方見てみたいと思います。お願いします。で最後になりますけども、はい、もうポルシェにメッシュのホイールも鉄板だなと。鉄板ですね、はい、もう100点満点のかっこよさだなと思いました。そうですね、また次もちょっと同じような感じでやらさせていただけるチャンスがあれば、はい、ぜひご相談いただけるといいんじゃないですか、はい、あとはボンドグループでカスタマイズした車じゃなくても、まあ、例えばその前にカスタマイズしてた車を購入してそれニュアンス変えたいとかっていうのもすごくいいなと思いました。はい、そうですね、だ結構そのいじってあって特に個性的なホイール履いてたりすると前のオーナー様のこう雰囲気がちょっと苦手だなっていう方も多分少なくないと思うんで、はい、そうですね、そういった方はご相談いただければ、はい、特にそのサイズ同じサイズだったらもうホイールだけ入れ替えるなんていうのもできますもんね。そうですね、そのぐらいでもできちゃいますね。いろいろできると思いますね、ご相談ください。というわけで今回は991.2 GTS をご紹介させていただきました、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
what they sent to me. Well, they told me I didn't.